こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今回はいつも撮影でお邪魔させていただいている埼玉市にあるリスの家を紹介させていただこうと思います。リスの家は大宮駅から宇都宮線で2駅目にあるトロ駅、そこより徒歩10分のところにあります。月曜日と年末年始がお休みで午前10時から午後4時まで開園しています。シマリスは2月くらいまで冬眠をしていて、3月になって気温が上がってきたところで冬眠から目覚めてきます。今は繁殖の時期を迎えています。リスのうちは入園無料で、県内外の方問わず入園することができます。どんぐりポストに持ってきたどんぐりを入れてあげると、シマリスたちのご飯としてプレゼントすることができます。駐車場は2カ所あり、どちらも駐車料金は無料。南駐車場がいっぱいの時も北駐車場は空いていますのでおすすめです。リスのうちの隣にはお手洗いもありますが、自販機やコンビニは周りにはありません。来る途中にセブンイレブンがあるので、そこで飲食物を買ってきて、リスのうちの隣にあるベンチでランチを取ると良いと思います。ではリスのうちに入ってみましょう。リスのうちは時計回りの一周コースになっています。とはいえ自由に散策できて、植え込みを見ればすぐにシマリスが見つけられます。植栽に力が入っていて、いつ来ても季節の花とシマリスが楽しめる、とてもフォトジェニックなところです。今は雪柳とゆすら梅が綺麗に咲いています。今回は桜に見えなくもないゆすら梅とシマリスの撮影が目的です。先週は雪柳にシマリスがいたみたいですが、この日は全然いませんでした。園内はシマリスが咲くも花見もないところでカッポしているので、歩くときは気をつける必要があります。あ、今横断しましたね。はい、また横断していきました。踏まないように注意です。園内での三脚や一脚の使用を制限する案内はないのですが、シマリスはかなりすばしっこいのであまり役に立たないかもしれません。それより園内に小さなお子さんがたくさんいて、生まれて初めての動物園をここで経験しています。小さなお子さんがいたら場所を譲ってあげて、ゆっくり撮影を楽しむと良いかと思います。シマリス撮影初めての際は、まず餌場で待っていればすぐに撮影ができます。まずはここから撮影してみましょう。目的の植物とシマリスの撮影の際は、植栽の前でじっと待ち構えることになります。待っている間、地面を見ているとシマリスが見つかるかもしれません。彼らの巣は地面の下にあるので、巣を探してみると面白いかもしれないですね。で、今回の撮影機材はこちら、 α7R M5 と SEL100400GM です。これ1台で写真と動画を二刀流で楽しみたいと思います。シマリスのジャンプシーンを狙うなら、こういうところから撮るんですが、初めての方はまず餌場から撮りましょう。食事中と休憩中のシマリスは撮りどころです。じっとしているシマリスがいたら、すぐに写真撮影をして、まだ撮れそうだったら動画に切り替えて撮影をします。すぐにどこかに行ってしまうので、チャンスを逃さずすぐにシャッターを切ります。穴を掘っているシマリスがいたら、前傾に何かしら入れられるものを探して、フレーミングを考えておくとナイスショットが撮れるかもしれません。ユスラウメの中にシマリスがやってきました。河原があるいろんなシマリスがやってきて、お腹いっぱいになるまで花を食べているので、それを撮影していきます。前に枝がかぶると、さすがに α7R M5 の AI 被写体認識も、厳しいんですけども、スポット F でシマリスの顔をマークしてあげればロックオンしてくれます。シマリスは角度によって険しい顔をしている時もありますが、優しい顔の角度もあるので、そういうのを探して私は撮影するようにしています。じっとしている子がいたら、いろいろな角度で撮影をしておきます。さて、実際に α7R M5 ではどんな感じで撮影しているのか、ファインダー画像をキャプチャーしてきました。まずは静止画撮影のシーンです。非常に高い精度でシマリスの瞳を見つけてくれているのがわかると思います。こちらは動画撮影ですね。こちらも同様で、体、頭、瞳の順で見つけてくれています。安心してフレーミングに専念して動画撮影をすることができます。これも一瞬で瞳をちゃんと捕まえてくれています。
ちらの映像は 4K60p でログ撮影したものを後からカラーコレクションしている映像です。焦点距離 400mm のレンズを手持ち撮影しているんですが、 そんな手持ち撮影と思えないほどの手ぶれ補正、そして高画質映像で、自画自賛するわけではないのですが、自分で撮った動画とは思えません。動画はフレキシブル露出モードでシャッタースピードを125分の1秒にしています。写真はシャッタースピード800分の1秒で撮っています。 α7R Mark5 は動画と静止画の撮影設定を別々に設定できるので、レバー操作一発で切り替えができます。見事にフォーカスを捉え続けてますね。これは2匹同時に枝に来てるんですが、こういうことはあまりなくて稀らしいんです。地面に何か落ちてる木の実を食べてますね。この上には木の実を鳴らした木がありました。 2,3 粒でお腹がいっぱいになってしまうみたいで、カワルガール、シマリスがやってきては食べてすぐ帰ってというのを繰り返しています。やってくるシマリスを少しずつ画角を変えて撮影してみました。どんな味がするんでしょうね。午後2時ぐらいになると太陽の位置が下がってきます。逆光気味に撮るとポートレート撮影と一緒でシマリスが綺麗に見えるように思えるので、私は逆光で撮影することが多いです。こちらも逆光ですね。毛並みが光って綺麗に見えます。こちらは順光になります。こちらも順光ですね。さて、ここからは今回撮影してきた写真です。 Today's Photo です。写真だととても綺麗な一瞬をこうやって切り取ることができます。険しい顔でないものを選んでるんですが、いかがでしょう。あ、これはちょっと険しい顔してますかね。これも天候源と、木の実の丸がすごく綺麗でした。これが今回の一押しショットです。以上、さいたま市リスの家とソニーアルファでのシマリス撮影の様子の紹介でした。4月下旬から5月になるとシマリスのベビーラッシュが始まって、1年で一番可愛い写真や動画が撮影できるようになると思います。